ボホール州カーメンのチョコレートヒルズ。チョコレートヒルズが描き込まれたボホール州の旗。チョコレートヒルズはフィリピンのボホール州にある地質学上の得意な地形。一帯には少なくとも1260の丘があり、一節には50平方キロメートル以上の広さにわたって1776の丘があるとされる。丘は 緑の草で覆われており、寒気に入るとこれが枯れて茶色に変わり、チョコレートのような色合いになることから、この名がついている。チョコレートヒルズは、ボホール州の著名な観光地の一つである。ボホール州の旗や紋章にも、州の豊かな自然の魅力を象徴するものとして描き込まれている。チョコレートヒルズは、フィリピン観光庁のフィリピンの代表的観光地の、 リストに入っており、フィリピンで3件目の国家地質学記念物で、ユネスコの世界遺産の候補としても提案されている。チョコレートヒルズの位置を示す地図。濃い茶色は、チョコレートヒルズが、最も集中している、ボホール州の基礎自治体サグバヤン、バトゥアン、カーメンを示している。薄い茶色は、やや集中の程度は劣るものの分布がある、ビラー、シエラブロネス。 バレンシアを示している。チョコレートヒルズは、星草を積み上げたような形状の、ほぼ円水型で対照的な丘が連なる、起伏の多い地形である。昇級の数は、1268から1776とされており、円水状のものや、ドーム状のものがあるが、これらは草に覆われた、石灰岩である。ドームの大きさは、高さが30から50メートルほどであり、 最も高いものは120メートルの高さがある。このユニークな何百もの小球群は、ボホール州の主要な観光地となっており、カーメン、バトゥアン、サグバイアンにまたがって広がっている。寒気には、丘を覆う草は、枯れ、チョコレート色になる。そうなると、この地域は、まるで限りなく、チョコレートキスが並んでいるような状態になる。 この有名なブランドものの歌詞との連想が、チョコレートヒルズという名称の背景にある。チョコレートヒルズの植生は、地ヶ谷や南国ワセオバ花などの草によって占められている。菊科のいくつかの種や、シダ植物類も生えている。丘と丘の間には平坦地があり、米などの商品作物が栽培されている。しかし、チョコレートヒルズにおける自然な植生は、 採石活動によって脅威にさらされている。チョコレートヒルズはカルスト地形の一つである塩水状の丘であり、スロベニア、クロアチア、プエルトリコ北部、キューバのピナールデルリオ州などの石灰岩地域に見られるものと同様の地形である。これらの丘は先進予行期から更新予始めにかけて形成された薄くあるいは中程度に堆積した。 左室内誌荒い種の海洋性石灰岩からなっている。こうした石灰岩には浅い海洋に由来する有効虫、サンゴ軟体動物、藻類などの化石が豊富に含まれている。塩水状の丘は地形学ではコックピットカルストといい、石灰岩が地殻変動によって海面上に流気し、発災され、さらに雨水や地表面上の流水。 地下水などによって侵食された結果、形成されたものである。それぞれの丘は、よく発達した平坦な土地によって区切られており、多数の洞窟や湧水がある。チョコレートヒルズは、塩水上カルスト地形の特徴的な事例と考えられている。チョコレートヒルズの塩水上カルスト地形の起源は、ボホール州カーメンの展望台に設置された聖堂の、 プラークに平易な言葉で説明されている。このプラークは、硬くなった粘土層の上に、海洋性石灰岩の一種が侵食された形で、乗っている、と述べている。プラークには、以下のように記されている。このユニークな土地は、ボホールのチョコレートヒルズとして知られ、太古の昔に、産後堆積物が隆起して、雨水の作用で侵食されたものです。このプラークには、 チョコレートヒルズの起源について空想的な、つまりヒルマーやトロバーディアアザーズのような交換された科学的研究では指示されていない説明も言及されている。草に覆われた丘はかつては産後症でしたが大規模な地質学的変動によって海から噴出しました。風や水の作用で数十万年以上の時間を経て今の姿になっています。ネット上の 著者自らが公表しているような人気のあるウェブページには他の起源について空想的で信頼性の低い様々な説が述べられている。その中には海底火山の作用であるとか、かつ火山がカタストロフィー的な噴火を起こして崩壊し、石灰岩に覆われたブロックが形成されたとか、大規模な地質学的変動が起きた結果産後礁が海中から流起したとか、 潮積の作用が関わっているといった説などがある。チョコレートヒルズでは火山の噴出物などの痕跡は何も見つかっておらず、火山の噴火活動が関わっているという、広まっている理解は誤りである。こうした説は、突然、大規模な地質学上の変動が生じ、珊瑚礁が海から噴出したとか、潮積が作用したなどというが、そのような現象に伴って生じる。 はずの痕跡の証拠はなく、地質学者によっては一切支持されていない。チョコレートヒルズの形成については、三つの伝説がある。まず最初に、二人の巨人が争い、岩や巨歴や砂を投げ合ったという話がある。この争いは何日も続き、巨人たちは二人とも疲れ果ててしまった。疲れ切ってみると、彼らは何で揉めていたのかを忘れてしまい、友人となったが、 この場を離れる時に争っている間に荒らした場所を片付けるのを忘れてしまったためにチョコレートヒルズができたのだという。よりコマンティックな伝説はアロゴという非常に力強い若い巨人についての話である。アロゴはアロヤというただの人間に恋をしてしまう。アロヤは死んでしまいアロゴは苦痛と悲惨を味わって悲しみのあまり泣き止むことができなくなった。 その涙が乾いた時にチョコレートヒルズが出来上がっていたのだという。三つ目の伝説は巨大なカラバオが街を攻撃し、収穫物を全部食べてしまうという話である。ついに耐えられなくなった街の人々は腐った食べ物を集めてカラバオが目に留めそうなところに置いた。目論見み通りカラバオはそれを食べたが、その岩腐った食べ物を処理しきれず、その場で排便し、 フンの山が残され、それが食べたものが全部出るまで続いた。フンの山は乾燥し、チョコレートヒルズになったという、展望台の観光客。2006年の時点で、1247カ所あると、される丘のうちの2カ所が、観光客を迎え入れる施設として整備されている。最初に設けられたチョコレートヒルズの展望台は、チョコレートヒルズコンプレックスと名付けられた公営の観光施設で、 タグビラランからおよそ5 5トル離れたボホール州カーメンにある。もう一つの展望台はサグバヤンにある山のリゾートサグバヤンピークである。こちらは隣町のカーメンにあるチョコレートヒルズコンプレックスから1 8トルほど離れている。ありがとうございます。